こんばんは、皆さんこんにちは、こんばんは、乙村ゆにやです。今回マリオカート Wii をやっていきたいと思います。今回もグランプリの 150cc でやっていきたいと思います。で、今回使うキャラは私のライバルマリオをここで使いたいと思います。あえてマリオを使うことでね、優勝できるんじゃないかと思って、で、マリオといえばこのカートスタンダードでいきたいと思います。よし、今回マリオだから任天堂がね、なんとかしてくれるはず。コーラカップでやっていきたいと思います。いやね、マリオは任天堂に優遇されてるんですよ。だからコンピューターがあんなにマリオ強かった。でもこのマリオを使うことで俺は絶対に勝つ。 OK、 やっていこう。いやもうね、マリオ使っといて負けたらもう何も言い訳できない。はい、3、2、1、はい、完璧スタートダッシュ。はい、もうこれがマリオの力です。よーし、いやー、このビーチも懐かしいな。 OKOK、まずはドリフトを完璧に決める。はい、来た。はい、キノコ。はい、1。はい、1。これがマリオです。皆さん、これがマリオです。危ない。オーケーオーケーオーケー。なんかこの、あ、なんで？ちょっとマリオだよ、そう。おい、主人公に赤コーラ投げて、なんだ？ちょっとね、キャラがね、上下関係分かってないわ。マリオさんには道を譲るっていうね、のがないのかね。危ねえ、キラーが来てた。まあまだいける、まだいける。よしよし。うわ、雷。おい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 、マリオさんが雷打たれたらよ、どうなるか分かってんの？分かんないやろ。何言ってんだマジで。よし、やっていこうやっていこう。OK、 まずは決める。よし、大きくなって大丈夫。はい、来た、スター。はい、来た、4位でスター。これがマリオです。おえー、うわー、当てる。OK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 。 1位来た。1位バナナ。よし、2位が弟のルイージか。おお、ああ、まあ永遠の2番手ルイージはね、マリオに勝つことなんてできないんですよ。カノンに抜かされてるし。うわー、月相がこんな効果的に。あ、なんかこれに捕まると思いっきり上に吹き飛ばされる。あぶねー、あぶねー、カノン来てる。ああ、よかった、カノンがやられてくれたみたい。危ないよ、危ないよ。オッケー、まだいけるよ。オーマイガー。いや、まだいける。まだまだ、待って待って待って。近い近い近い。近い近い近い。やめて、やめて、やめて、やめて。雷で崩れろ。雷当たれ。何効果的にそのアイテム使ってんだよ、ゴリラ。うわ、小さくなれよ。せこいわ、あれ。せこいわ。うわ、負けた。まあ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 。2位でも大丈夫。まだいける。次はどこだ？はい、来た、ヨッシーフィールズ。いやね、このステージ短いんだよね。よし、やっていこう。要するにこの順位は、このレースはずっと上位にいるのが大事。短いから。スタートダッシュミスった。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。まずアイテムだから、最初アイテムゲットして。はい、スター。はい、スター来た。あぶね、落ちる。よしよしよし、これが1位です。これがマリオです、皆さん。よーし、まだいけるぞ。今回強いのはカノンみたいだね。カノンなんて雑魚キャラだろ。なんで2位なんだよ。もう26秒で1周できちゃう。すげえ早。よーしよし。あ、もうこれ余裕のよっちゃんで1位ですわ。ここにバナナ置くっていう嫌がらせね。よーし、 OK、いいよ。いや、何秒だ。はい、27秒。さっきより遅い。まあまあまあ、仕方ない。あれ、これ本当に余裕の1位じゃん。みんな遅すぎんな。ここで緑コーラ投げることによって当たるんですよ。当たらないね。マリオが投げたやつ当たらないとダメなのね。みんな分かってないな。ちょっと待って、デイジーが早いよ。まあ、よしよしよし、勝てる勝てる勝てる。よし、勝てる。オッケー、勝った。危ねえ。よし、そう、マリオナンバーワンなん。マリオはナンバーワン、もうこれ当たり前ね。はい、27点。はい、もうこれ余裕の1だわ。負ける気がしない、マリオさん。はいはい、次はね、お化け沼。ここ嫌い。ここね、めちゃくちゃ壁にぶつかるから嫌いなんだよ、ね、よし、やっていこう。3、2、1、はい、来た。え、
スタートダッシュ、いやまあまあまだいけるよ。7位からスタートでもいい。はい、でここに、ああショートカットしたかった。マリオカート Wii 世界ランキング1位だから知ってる、ショートカットをしたかった。いやまあ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 、なんか煽ってきてんな、テレサが、テレサが煽ってきてる。ちょっと待って、みんな早くない？あ、来た、キラー。はいはい、当たれ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 、オッケー、当たった。ちょ、アイテム取りたい。よしよしよし、のこのこさん、カノンが倒れてた。はい、赤コーラ、うわー使えばよかった。まあ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 、まだいけるよ。はい、くらえ。のこのこさっきからめちゃくちゃ赤コーラ投げてて、あー、アイテム取れない。浮くのそこ、やばいな、ちょっと順位が危ない、怖いよ。スターで狙いやがったな。赤コーラくらえ。いやまあこっから1位になるのがね、マリオさんですから大丈夫、近いよ。まだ上位陣とそんな離れてない、いけるいける。諦めたらそこで試合終了。はい、来た。はい、うまい。はい、うまい。アイテム取れてないけどうまい。アイテムなんて耐えよう、ゴリラ。うまあ、うあー意味ない。うわー、一気に抜かされた、ゴリラのせいだ。あのゴリラがアイテム使うから。でもね、ポイント4ポイントしか離れてないんで、あえて、まあね、ここで1位取れば逆転いける。やっぱね、プロの YouTuber なんで、盛り上げるためにみたいなところですよ。今のはもうわざとわざと。勝てる。ここで、はい、スタートダッシュ決めた。オッケー、来た。オッケー、来たよ。よし、アイテム取って。取って、アイテム取って、何出る？早く出て。はい、赤コーラ。よしよしよし。つまりデイジーを低い順位にさせて自分が1位取ればいいんだけど、どうやってデイジーを低い順位にできるかな。あれ、ここマリオサーキットじゃない？あ、マリオサーキットならもうマリオの勝ち決まったでしょ。ほら、俺の俺じゃないけど、うわ踏まれた。ベビーピーチ、マジかよ。未来の夫を踏むのか。よし、いやもうぺちゃんこだよ。アイテム取って、アイテム取って、はいスター、はいスター、はいノコノコ。ああ、当たんなかった。おいルイージー、弟よ。ああ、惜しい。弟に当てたかったぜ。よしよし、いいね、固まってるわ。はい、来た、山越え、山越え。ふう、はい、これが実力の1位です。やべ、行き過ぎた。ああ、まあ1位だけどね、それでも1位なんですよ。ほら、もう自分の顔がね回ってるっていう、素晴らしい、ね、素晴らしいステージだ。ここはマリオのね威厳の高さを、おー来た、地震みたいの、うわ食らった。まあまあみんな食らってるから大丈夫。よし、2位がゴリラで、カノン、デイジーか。あ、いいね、デイジーが4位ぐらいなら勝てそう。よし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 、ほらもう歓声がもうマリオの味方してるわ、これ。うわうわ、よし、くらえ、くらわないか。オッケー、いいよ。あー悪いな、アイテムが。これじゃ赤コーラから守れない。よーし、誰かに当たったみたい。オッケーオッケー。うわー雷、あーちょっと待って、やばい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 。まだいける、まだいける。カノン近いけど、いける、カノン近いけど、いける。1位取る、ここは1位取る、負けない、絶対負けない。まだいける。なんでこれ当たんなかった。あーでも勝てそうだ。おい狙ってきてる。待って待って待って、バナナ、いやまあバナナなんかに当たんないよ、ゴリラに投げとけバナナは。よーしよし、あこれ完璧完璧だわ、1位。よーし、デイジーない、デイジーない。はい来た、はい勝った、はい勝った、1位来た、表彰台の1位ですよ。みんなでねマリオのこの1位姿を見よう。はい、おめでとう、おめでとうマリオ。カノンが2位で3位がデイジーか。はい、いいね、カノンがマリオと同じカート使ってんな。ほら
このちょびひげが似合う、ちょびひげじゃないな、ひげが似合うわ、ちょびひげなのか。よし、やっぱねマリオには表彰台の一番上をね登ってもらわないと。はい、勝った。キノコカップじゃない、何カップ、ノコノコカップ、優勝1位です。完璧な1位。はい、それじゃあ皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録の方もお願いいたします。じゃあねー。